い、どうも、キーポンリーワンラブ FK です。あ、髪爆発してるけど気にしないでください。ですね、お久しぶりです。なんかすごい動画ガンガン撮るって言っときながら、今まで全く動画を撮れずにすいませんでした。言い訳させてもらうとですね、風邪ひいて寝込んでました。皆さん、はい、なので皆さんも、はい、体調には気をつけてください。なんか、はいはい、すいません、説得力皆無ですね。ポリンキームービーさんが上げた、なんか、若い不良たちへみたいなの、っていう動画並みに、説得力が皆無ですが。いや、あの動画も、ちょっと風邪で寝込んでるとき、どうしても暇なときに、見てたんですけど、どうしても暇な時っていうか、まあ、寝込んでる間でもすごい体調がまだ良くなりつつある時に見たんですけど、まあ説得力ないっすよね。はい、まあそんなことは置いときまして、今日はタバコ動画をやりたいと思います。雑談やろうですね。雑談です。はい、すいません、雑談やります。まあリクエスト動画も買って、リクエストのあったタバコ買ってこようとも思ったんですけど、そうですね。まだ、喉の方が万全ではないので、体調自体もそこまで万全ってわけじゃないんですけども、喉の方も万全ではないので、雑談の方やっていきます。タバコ吸いながらやっていきますけども、今、はい、喉があれなので、まだ多分風声気味なんですけど、風声であり鼻声であると思うんですけど、メビウスのスーパーライト吸いながらやっていきます。久々に吸いましたね、これ。一応タバコ買ってきたんですけど、アメリカンスピリット買ってきました。ライトですね。なんでアメリカンスピリットを買ってきたかっていうと、吸いたくなったからです、単純に。これまた寝込んでるとき、体調良くなってからですけども、あれを、久々にですね、YouTube であれを見ました。アメリカンスピリットの、じゃあアメスピのうまい吸い方っていう動画を見て、吸いたくなりましたね、また。ちなみに身の回りで、私の周りでこれを、このアメリカンスピリット吸ってる人は一人だけいます。バイト先の先輩吸ってますね。ラッキーストライクは、前の動画ではラッキーストライクを吸ってるって言ってたんですけど、その先輩完璧にアメリカンスピリットに乗り換えました。ライトに乗り換えましたね。で、アメスピ、ソフトパックの製品が全部なくなって、全部ボックスになりましたね。全製品ボックスに統一しましたね。ちょっと残念ですね。アメリカンスピリットを吸ってる常連さんもみんな残念がってました。なんでボックスにしちゃったんだろうって言ってましたね。でこっちの、メビウススーパーライトなんですけど、やっぱりバイトしてても買ってく人は多いですね。はい、それと大学の警備員のおっちゃんがこれ吸ってます。ね、時々ですね、時っていうか、バイト先によく来るお客さんなんですけども、メビウスのスーパーライト買うときに、スーパーライトしか言わないんですね。別に、私はタバコ吸うんで、別にスーパーライトって言われてもメビウス出しますけど、タバコ吸わない人からしたら迷惑極まりないですよね。番号ついてないならまだしも、ね。
いや、てか番号ついてなくてもスーパーライトだけじゃ通じないですよね。メビウス、スーパーライトぐらい行ってほしいですね。あ、ちなみに私は番号ついてたら基本番号で頼みますね。番号ついてない場合のみ、名前で頼む感じですけども。もしくはドメジャーな、めちゃくちゃメジャーな。まあ、メビウスとかセブンスターとか、マルボロとかだったら、番号じゃなくて名前で頼むことはありますけども、基本番号で言ってます。番号で頼んでます。あれですかね。最近なんかアメリカンスピリットの、特にこのライト、いろんなコンビニで扱うようになりましたね。個人的には、まあ、昔一時期ハマってた、水色のレギュラーが好きなんですけど、あれあんまり置いてないですね。吸ってる人はあんまりいないですね。アメリカンスピリット吸ってる人って大体ライトな気がします。アメリカンスピリット。まあすごいいいタバコだと私は思います。まあなんか芸能界でも流行ってるみたいですしね、アメリカンスピリット。あと 昔、踊る大捜査線のテレビドラマがやってた時、大流行したみたいですけどね。まあ、織田裕二さん演じる、青島刑事が、アメリカンスピリットのレギュラーを吸っていたらしくてですね、めっちゃ流行ったらしいです。個人的に、アメリカンスピリットが登場する作品をあげろって言われたら、私はブラックラグーンですけどね。あれもレギュラーでしたね。主人公のロックと、主人公の上司にあたるダッチがアメリカンスピリットを吸ってました。まあ、ロックは途中からマイルドセブンに変わるんですけど、当時、まあ、あれは、作品の、なんていうんですか、舞台が90年代なんで、まだマイルドセブンなんですね。で、アメリカンスピリットも、レギュラーなんですけど、ソフトなんですよ。ボックスじゃないんですよ。というよりも、登場人物が吸ってるタバコ全部ソフトパックなんですよね。いい味出してるなと思いますけど。だけします。目が。私は思うんですけど、映画とか漫画とかでよく、なんか、登場人物がかっこよくタバコを取り出して、かっこよくマッチで火をつけて吸うシーンがあるんですけど、なかなかあんな感じにはいかないですね。どうやったらかっこよく吸えるのかななんて、日々、どうでもいい、しょうもない、くだらない研究を積み重ねてはいるんですが、なかなかうまくいきません。仕方ないですね。ちなみにですね、実家への帰省は30日、今のところ30日を予定しています。31っては言ったかもしれないですけど、ちょっと早めて30日に帰ることにしました。ということでですね、今のところ、まあ、はい。30日に、こちらを出る予定でいます。多分30日のうちに向こうに着くとは思うんですけどね。よっぽどのことがない限り。東京経由で帰ろうかなと思います。ということでですね、
今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。